11番名勝脱裁が最後に向かいます11番ゲートスムーズに収まって 係員が離れまます体制完了スタートしましたおっと3番コースもロブロイ大きく遅れましたさあ先攻争いまずは6番のお重潮参ースタートメドーラークが並んでいって名勝脱成3番手最初の障害が行くべきってジャンプ各馬続々と比越この比越で8番のメドーラークが花に立ちますリードを2馬身と広げて4コーナー2番手に6番お重長さん1馬身3番手に11番名勝脱成正面スタンド前二馬身半相手一番の新軍マイケルは番手二馬身佐 番シンキングダンサー、4番、ユイのシンドバッド、その後ろに2番の広重セブンの追走で水合障害へ、メドーラーク、フビキってジャンプ、綺麗な飛越各馬も続々と飛越していきます後方まで無事、飛越後方に5番のブライトクォーツ、東クンフビキってジャンプそして9番、セガール・フォンテン、最後方3番、コスモロブロイ池垣の障害を超えて1コーナーをカーブ。 池垣の障害に向かいます8番メドーラーク先頭にバシンリードを取ってふみ切ってジャンプ綺麗いな比越お重調さん2番手名将脱退3番手後続まで無事比越ダートを横切ります4番手に1番新軍ンンマイケルその後ろにバシンサ7番シンキングダンサー2コーナー谷を下っていきます谷を駆け上がって8番メドーラーク4馬身。 リードを広げて向こう正面2番手6番、お重張さん3馬身3番手11番名将奪あ大障害コースに向かいます高低差5 3メートルの深い谷を下っていく8番、メドーラーク後続に4馬身5馬身リードを広げて駆け上がってきます2番手に6番のお重張さん そそしてその後ろ3馬審査11番名将・脱退最小難関高さ 1.6m 幅 2.05m の大蓄作へメドラークが先頭で踏み切ってジャンプ無事、比越を終えたお重う,うさんも綺麗な比越3番手11番の名将・脱退そして最高峰の東拓君まで無事、比越を終えて左にカーブを切ります。 4コーナーへと向かう8番のメドーラークリードは3馬身2番手6番のオジュウ・チョウさん2馬身半3番手11番の名称をダすサイズの後ろに2馬身差1番のシング軍ンマイケルがつけて4コーナーから3コーナーへ3馬身5番のブライトコーツが上がってきて34コーナー中間踏み切ってジャンプメドーラーク無事、平成を終えます。後続も続々と、そして2番手には、 三馬身差六番のお重長さんあとは四馬身離れて十一番の名将、獺祭が三番手三馬身差一番、新軍マイケル。 3コーナーの谷を下っていきます、その後ろ5番手に5番のブライトコーツの追走、それから2馬身半、その後ろが7番シンキングダンサー、あとは5馬身ほど空いて4番のユノシンドバッド、2番の広重セブンが追走、3番コースモロブロイ、さあ先頭早くも大障害コース、高低差5.3メートルの深い谷を駆け上がる、8番のメドーラーク先頭です、2番手が6番のオジューチョウさん、ダートを横切って最大難関、高さ1.6メートル、幅2.4メートルの大開きに向かいます。メドラーク 超えたお重長さんも超えたそして3番手には11番の名ダサ成おっと一等落馬9番のセガール・フォンテンが落馬競争中止池垣を踏み切ってジャンプ8番メドーラークセント3馬身のリード2番手に6番のお重長さんが続きますその後ろまた3馬身差11番名ダサ成2馬身相手1番の新軍ンンマイケル池垣を踏み切ってジャンプ5番手が5番のブライトクォーツそして今 シンキングダンサーが比越を終えて各馬2コーナーの谷の下りに入ります。 8番メドーラークが先頭ですリードを2馬身から2馬身半谷を下って駆け上がります2番手が6番のオジュチョウさん3馬身相手11番名将・ダッサイが3番手2馬身差1番の新軍ンンマイケルにじわっと接近する5番のブライトコーツ4番手2頭並んでいってこれから芝の外回りコースに入っていきますあとはもう大きく離れて7番のシンキングダンサー先頭8番メドーラークにオジュチョウさん並んでいってハードルショーが行くべきってジャンプ オジュウチョウさん先頭で比叡そしてブライトクォーツも動いて今2番手先頭まで1馬身3番手中1番名刺を出脱際そしてその後ろ1番新軍マイケルが4番手3コーナーのカーブに入ります残り800を通過メドラクは交代 3、4コーナー中間の障害へ6番、おじゅうちょうさんが先頭リードは1馬身5番のブライトコーツが2番手でハードル障害い、ひびってジャンプ低い比劣でかけた続々と比劣3番手11番名将脱退その後は3馬身1番の新軍ンンマイケルは4番手あとは10馬身以上離れて7番のシンキングダンサーの追走第4コーナーのカーブに入っていますオジュうチョウさん引き離す3馬身4馬身残り400を通過そして2番手5番のブライトコーツに 外から名勝脱サが並んでいって4コーナーをカーブ直線へ最後のハードル障害いへ6番のお重町さん先頭で踏み切ってジャンプ綺麗な比喩を見せた水しぶきを上げながら先頭キープそして名勝脱サが追ってくる200を通過あとは離れて3番手5番のブライトコーツ坂を駆け上がって先頭6番、お重町さん3馬身のリード2番手11番名勝脱サ六6番、お重町さんゴールイン史上空前 5連覇達成お重調三解消です。